絶対的大ロッカー、生バンドとの相性抜群。第六巻史上一番良かった。日向坂が第六巻で目指したかったものの完成型を見た気がした。最後の最後でようやくこの曲が好きになれた。絶対的第六巻の正解を見つけた気がする。正直原曲 VER より好きっす。生バンドかなり相性いいな。生バンドいいな。マイベスト第六巻になりそう。生バンド全然別物レベルのかっこよさだな。生バンド演奏がむっちゃかっこいいな。ブラスを聴かせたアレンジに変わってる。生バンドとホーンセクションのアレンジも良き。歌コンはいいね。生バンドかっちょいい。生演奏良すぎる。めっちゃかっこいい。生歌演奏やんけ。当たったやつ羨ますぎるわ。生オケ最高だな。生音はいいですね。ジャズっぽくていいな。アシッドジャズみたいでかっこいいな。トランペットかっこいいな。オーケストラバックバージョンは今回限り貴重だな。みんなおつやった生バンドは全然印象変わっていいな。チケ代倍払うから生バンドでライブやっとくれ。一度でいいから生バンドでコンサートやってほしいな。一番生バンドに合いそうだったワンチョイで出られなかったのが残念で。歌コンだけはマイシングル出てほしい。雰囲気も落ち着いてて好き。歌コンとレコ大は生バンドだから最高だよな。第六巻の歌番組は歌コンが優勝でした。カメラワークも抜群に良かった。ステップもよく見えたし、ライブでの生演奏を見たいよね。